ウェイ、ヨー、どうも、かけまるです。はい、おはようございます、皆さん。今日はね、みんなが大好きなあの企画持ってきました。ということで、早速、本日の企画は、ツンデレ彼女のオールスト版隠し撮りしてみたよー。こちら、以前に2回ほどやらせていただいて、本日が第3弾なんですけど、本日もなーちゃんのプライベートをね、全開に公開していきたいと思います。で、本日なんですけど、以前こちらの動画見てもらったら分かると思うんですけど、なーちゃんが目の病気にかかってしまいまして、今眼帯をしているんですよ。で、症状は、ちょっと落ち着いてきて、編集ぐらいはできるほどに本人も回復したって言ってたんで、ちょっとそこは一安心というところなんですけど、本日早速ね、なーちゃん編集があるんですよ。果たしてなーちゃんはオールスト版中何をしているのか、果たして編集をちゃんとするのかっていうのをね、検証していきたいと思います。そして、本日なんとまこちゃんも出勤デーです。この後数十分後にまこちゃんもかけまるハウスに到着して、なあちゃんと一緒に編集をする日なんですけど、果たしてまこちゃんもね、編集をちゃんとするのか、またはなあちゃんとどんなことを話しているのかっていうのをね、全部公開していきたいと思いまーす。いやいやパフ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 。で、本日僕なんですけど、なあちゃんに友達と買い物に行ってくると言って家を出てきたんですけど、夕方ぐらいには帰ってくるよとはなあちゃんには伝えております。で、なあちゃんが化粧してる間に隠しカメラ設置して家を出てきました。ということで、早速なあちゃんの様子をね、見ていきたいと思います。どうぞ。パン。遅いよ。もうね、待ってる間になんと雨降ってきちゃいました。ちょっとね、音声がちょっと雨の音入っちゃうかもしれないんですけど、皆さんご了承ください。あいつのせいです。マジで遅い。おい、遅えよ、おいでもね、なあちゃんはこの後俺と会うためにお化粧頑張ってくれてんだから大好きだよ。来ました、なあちゃん。なあちゃん、筋トレ始めてます。かわいいです。やっぱり美を追求するためには苦が必要なんですよ。こうやってなあちゃん毎日ね、寝る前と朝起きた後にね、毎回筋トレしてるんです。本当に偉いです。好きです。この季節になると雨が多くなって、もう本当に僕は気分が下がりますけど、6月はなんと僕の誕生日の月なんですよ。6月13日皆さんお祝いしてくださいね。なあちゃんには僕が帰った後撮影するから、その撮影が始まるまでに編集終わらせといてねって言ってあるんですよ。なんでもうそろそろ編集開始しないとちょっと危ないかなって感じですね。それはやめてなあちゃん、お願い。やっと筋トレが終わったみたいですね。始まりました、なあちゃんの動物園の時間です。本当に今年で23歳になる成人女性とは思えないです。本当にそういうところが好きなんですけどね。アプリでさ、動物を徐々に積み上げていくみたいなゲームありますよね。これ、それ今やってる。ん？寝た？動画の途中でちょっとあれなんですけど、僕たち今 TikTok チャレンジっていうのをやってまして、かけ
丸の YouTube の面白い部分を切り抜いて TikTok にハッシュタグかけ丸拡散舞台をつけて皆さん投稿どしどししてください。かけ丸の拡散よろしくお願いします。やめろよなあちゃん、今ダイエット中だぞ。いったおいた。おお、食べませんでしたね。さすがなあちゃん、成長を見せています。そろそろ編集してほしいですね、なあちゃん。ポテチ取りやがった。1枚食ったら止まらんからやめろ絶対。始まりました、なあちゃんワールド。ブス。悪口言ってます、悪口言ってます。おい、どこに手突っ込んでんの本当に。でもね、これはね、俺もわかるんですよ。普通に癖でパンツの上からあそこに触るみたいな、これ本当落ち着くんですよ。これ共感できる人いないですか本当に。これはね、僕も納得できますけど、今日やってほしくなかった。はい、ということで、なあちゃんがなかなかね編集をしてくれないので、ちょっと一回 LINE を入れてきます。なあちゃん編集の進みどうって今連絡します。はい、すぐでなあちゃんから返信が来て、あとちょっとってきました。なめんなー。おい、見えてんだよ全部。一回も編集手つけてないの分かってんね、こっちは。慌てて編集に手がかかります。来ました来ました、まこちゃんついに到着しました。そう、本日まこちゃんも編集でということで、二人で頑張るんじゃないですかね。この後お邪魔しまーす。じゃないわ、ただいま。間違えた間違えた、ただいま。あせあせ、ただいま。あせあせ。さあ、まこちゃんが来たということで、なあちゃんもテンション上がってますね。でもこの二人は本当に仲いいですね。大人お願いできない。なんだっけ、ワールド全開だわ。編集しないといけないんだよ。いいよ。いい、うん、今日はいい。いないもん、やつ。お前ら、しばくぞー。なんならビールも冷やしてやる。は？最高なんだが。何時よ今。今3時半、もう飲み始める時間。ということで、怒りの電話今からしていきたいと思います。電話来た。やべえ。カチカチ起きます。はい。まこ来た？来た。二人とも編集どんな感じ？やってるよ。
俺あとさ1時間後ぐらいに家着くんだけど、もう終わりそう？まあその頃には終わっててもおかしくはないね。結構素材重かったけど大丈夫そうなの？ちゃんとやってる？めっちゃ疲れた、目痛い。まさかあんたポテチとか食ってないよね？食ってないよ、マコが食って。なんか踊りとか変なことしてない？この前近所迷惑って。ちゃんと近所迷惑なんないようにね。仲良くないよ。なあちゃん好きだよ。嫌われた。うっ、何？1時間帰ってこないって。1時間？うん、飲める。ガチ。札幌でございます。ありがとうございます。一夜に飲まれて喜んでる、うん、酒が呼んでる、酒が呼んでる、うん、酒の声が聞こえる、うん、お前らの声も聞こえてんだよ。一世のせ、夏木が飲むって噂。はい、マスター一世のせって聞いたんだけど、ボールで。今度かけまるでそのお酒企画をねやりたいと思ってるので、皆さんぜひお楽しみにしててください。まあ、まこちゃんも入れたりして誰が一番酒強いのかっていうのをね対決していきたいと思います。まあ俺が一番酒強いけど。楽しみや。足りねえよこんな人感じゃ。新しいタイプだわ。水タイプです。水タイプ。うち草臭そう。は臭そうで草。はい、ということでマコナツの暴走がもう止まらないんで、まあこの後も多分編集しないと思うんですよ。なんでこいつらを説教しに今から家に嫁っていきたいと思います。マコが家で冷えてる心ウキウキワク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 。しに来ました。何？君だけ。何？ずっと見てました。絶対嘘だよ。怖普通に。どういうこと？本日お留守番隠し撮りやってました。今ちゃんと撮ってた。カメラ回して入れてった。え？キモくねこいつ。え？普通にさ犯罪だよねこれ。いや彼女と友達だったら犯罪じゃないでしょ。犯罪だよ。どうすんの？うちら脱いでたらね。それはおかずにする。マジおまわりさんだわ。ちょっと待って。かけまる。キモ。マジでない。え、気づかんかった？気づくわけないでしょ。普通にやばい。いや、説教していいですか？何？編集しました。ちゃんとしたよ。しました。いや、してないよ。ずっと見てたもん。してたよ。してたよ。え、まだしてるって言える？うん。何その強気の態度は。二人で酒飲んでたよ、コール振りながら。あれ水嘘つけよ。いや、マジあんたね、あんな一杯うちらとして酒とは言わない。もういいですよ、今日ぐらいはね。まこちゃん来てテンション上がっちゃった。久しぶりだったしね、うちら。その代わり、今日寝る時間削ってちゃんと編集終わらせてね。聞け。おい超かわいい。おなあちゃん目を大事でね。あ、痛い包帯。はい、ということでですね。はい、ということで今後もお留守番隠し撮りやってほしいなと思った方、ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録、そしてインスタのツイッターのフォローと TikTok にもなってたので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。鼻くそ工場。鼻くそ工場してんの。かけ割るかもしれないです。ねえねえ。なんだこいつの。もう帰ろうか、実家。はい。
バイバイ。飲もうぜ。飲もうぜ。もう一回。